鳥取市佐治町。今月22日からボランティアによる土砂の撤去作業も始まり、少しずつ日常を取り戻しています。そうした中、地域の人たちからはこんな声が。ダムが放流してからな、ぐーっと増えてな、これで川の水がバーッとこうものすごかった、ダムの水を放流せなんだら被害が最小限もうちょっと済むと思っておりました、な。増水した佐治川流域では橋や道路の崩落が相次ぎました。ダムの緊急放流による影響だと考える人は少なくありません。これに対しダムの管理担当者は、放流しなくって溢れたらどうなるのか、至る所から流れて予想もしないところからその下の集落を襲ったり土砂崩れが起こるだろうと。ダムの役割の一つが水を貯めて下流に流れる水の量を調整すること。しかし今月15日の佐治川ダムは貯水量の限界が迫っていました。決壊という最悪の事態を防ぐ、そこで行われたのが緊急放流です。緊急放流とは上流から来た水をそのまま下流に流すこと。ダムを素通りすることで決壊を防ぐことができますが、下流域の増水は避けられない、まさに緊急措置。2018年7月の西日本豪雨では愛媛県肱川にある2つのダムが緊急放流を行い、8人が死亡、3000棟に浸水被害があり問題になりました。佐治川ダムはそこまで追い込まれていたのです。佐治川ダムが緊急放流したら橋の4つや5つは流されると承知の上で流しています。鳥取市佐治町は佐治川流域に広がる静かな山あいの地域です。その佐治川にダムが完成したのは今から51年前の1972年。戦後の森林伐採が原因で森の保水力が失われ、佐治川流域では水害がたびたび起きていました。そこで鳥取県初の治水ダムとして佐治川ダムが建設されたのです。その長い歴史の中で初めて行われた緊急放流、なぜ放流することになったのでしょうか。ダムを管理する鳥取県に聞きました。佐治川ダムの計画といたしましては、50年に一度程度の雨、1日の降水量にして262ミリを元に、計画を、ダムの規模を設計をしております。台風7号を前に佐治川ダムでは全体のおよそ1割を事前放流し台風に備えていました。しかし鳥取県と岡山県にかけて線状降水帯が発生、佐治町では観測史上最大となる1日515ミリの雨を観測しました。これは佐治川ダムの想定している雨量1日262ミリのおよそ2倍です。時間別の降水量と佐治川ダムの水位を重ねてみると、明け方に加え午後からの断続的な雨の影響でダムの水位が勢いよく上昇しているのがわかります。佐治川ダムでは入ってくる水の3分の1を放流する調整も行いましたが、水位は下がらず、緊急放流は避けられない選択だったのです。選択の余地がない、どっちかみたいな場合に苦渋の選択というのはあるんだと思ってますんで、
放流しようがしまいが結果は変わらないと。そういう意味では一番被害のない、やり方がやっぱり緊急放流なんだと。現在治水を主な目的にしたダムは佐治川ダムを除いて鳥取県内に6つ、このうち1日あたり500ミリ以上の雨を想定したダムは1つもありません。想定外の雨がいつどこで降ってもおかしくない現在において緊急放流は決して他人事ではないのです。これが事前に、学習会を地域で学習会している資料であります。令和元年に佐治川沿いの全戸に、配りました。佐治川ダム管理事務所では近年緊急放流の可能性が高まっているとして4年前から佐治川流域で勉強会を開いています。皆さんの家がこんなところまで川が水が上がるだろうというのを説明してですね、なるべくリアルに自分の住んどる環境が把握できるように説明をしてきました。鳥取県によりますと今月15日の佐治川の水位は降り続く雨や土砂の流入の影響で急激に上昇、一方で緊急放流で増えた水位は最大で44センチでした。このため鳥取県は水位上昇における放流の影響は限定的だったと考えています。しかし課題も。緊急放流のサイレンが鳴った時にはすでに川は激しく増水、鳥取市が開設した避難所そばの道路も崩落しました。幸い人的被害はありませんでしたが、次も助かるという保証はどこにもありません。今回の状態で安心してほしくない。今回無事だった方も次はわからない。だからぜひ、避難してほしい。ダムの想定をはるかに超える雨が降った今回の台風7号、住んでいる地域の最大の被害を想定し、命を守る避難方法を考えておく必要があります。